W ケヤキザカの歌は、日本の女性アイドルグループケヤキザカ46、ひらがなケヤキの楽曲。この楽曲は前佐古順かな、安高、石カ、秋元康氏によって制作され、プロデュースを秋元が行った。楽曲は、デビューアルバム、真っ白なものは汚したくなるの収録曲で、CD シングル、不協和音にもカップリング曲として収録されている。また、2018年には、 ひらがなけやきのデビューアルバム走り出す瞬間にも収録された。2016年12月24日25日の2日間にわたり、けやき坂46は有明コロシアムで自身初となる単独での公演を行った。彼女らはこの公演を行うにあたって、この公演のためだけに新曲を制作、用意した。曲名は W けやき坂の歌で、 この公演のアンコールで初めて披露された。また、この楽曲はこれまでの自身の持ち歌の中で初めて通称漢字ケヤキとひらがなケヤキのメンバー総勢32名が揃って歌唱する曲となった。W ケヤキ坂の歌はブラスバンドサウンドの楽曲で楽曲の歌詞はメンバーの絆について歌われている。後にこの楽曲は CD シングル。 不協和音にカップリング曲として収められ、デビューアルバム、真っ白なものは汚したくなるにも収録されている。W. ケヤキザカの歌は、2017年4月10日付のビルボードジャパンホット100に54位で、初登場した。同年4月17日付では、前週より順位を上げ、42位に位置している。W. ケヤキザカの歌のミュージックビデオは、渡瀬川の土手で撮影された。 W. ケヤキザカの歌のミュージックビデオは2017年3月28日にケヤキザカ46オフィシャル YouTube チャンネルで公開された。このビデオは過去、サイレントマジョリティや世界には愛しかないといったケヤキザカ46の作品を手掛けてきた池田和馬が監督を務め、写真家の田尾沙織が全編 16mm フィルムを用いて撮影を担当した。 ビデオの撮影は、群馬県桐生市内の渡瀬川金桜金後橋と中通り大橋間の右岸にある桜遊園の土手で行われ、撮影は2017年2月13日から14日の2日間に及んだ。撮影に際しては、2017年2月に製作会社が渡瀬川もしくは桐生川土手の使用をフィルムコミッション側に打診。その後、フィルムコミッションにより、 制作会社側に撮影場所として5.6カ所が提案され、最終的に桜遊園の土手が選出されている。ビデオは2016年4月リリースのデビュー曲、サイレントマジョリティからビデオ公開時点までのケヤキ坂46結成からの約1年間を振り返るというコンセプトで制作されている。ビデオは全体的にケヤキ坂46とひらがケヤキの 各メンバーが数人もしくは全員で土手の斜面を歩いたり列になって更新しながら場面によっては過去の楽曲の振り付けを交えて踊るという内容で構成されている。モデルプレスによると使用された振り付けにはケヤキ坂46のサイレントマジョリティや二人セゾンひらがなケヤキの誰よりも高く飛べが確認されている。また、 ビデオ内ではケヤキザカ46に途中加入したメンバー長浜ネルと結成時からのメンバーである米谷七海との間での確執とその確執が溶けた過去が描かれているこの様子は手を取り合って前に進み続けるケヤキザカ46のメンバーらの中にうまく入れずバス停の前で一人取り残されたチスクム長浜とそれに気づいた米谷が長浜を迎えに行き 手を取ってメンバーの元へ連れて行くシーンとして再現されている。さらにビデオ内では、サイレントマジョリティの立ち位置として、フロント中央を務めたメンバー平手ゆりな、鈴本美優、今泉助忠の3ショットに続き、同じくメンバーの渡辺ルカ、小林優い、渡辺里沙の3人が合流するシーンや、パラレルワールドとして平手演じる自分自身が、ケ坂46に、 加入している場合と、もしも加入していなかった場合とで自分同士がすれ違うシーンなどが描かれている。このミュージックビデオは2017年3月28日の YouTube での公開後、再制作されている。これは、ひらがなやきのメンバー高瀬愛奈が諸事情により、唯一一一人参加できていなかったためで、再制作は彼女らのデビュー1周年記念ライブの MC の中でケヤキザカ46とひらがなケヤキを兼任するメンバー長浜ネルにより発表された。再制作されたビデオは W ケヤキザカの詩32人バージョンと名付けられ、スタジオアルバム真っ白なものは汚したくなるの付属 DVD に収録されている。W ケヤキザカの歌は2016年12月24日25日の2日間にわたって 有明コロシアムで開催された地震初の単独公演のアンコールで初めて披露された。東京ニュース通信社の平田雅人はこのライブでのパフォーマンスについてグループのアンセムとして歌い継がれていくであろうナンバーに込められたメッセージをメンバーたちは真正面から受け止めてまた新たな一歩を踏み出したとコメントしている。リアルサウンドの渡辺明宏はこの曲の最後には サイレントマジョリティの最後の振り付けがそのまま当てられており、歌い続けていくのだという意思を感じさせると評している。楽曲は2017年4月6日に東京代々木第一単育館で行われたデビュー1周年記念ライブや同年7月23日に山梨県富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された野外でのワンマンライブケヤキ共和国2017のアンコールでも、 ライブパフォーマンスされている。ありがとうございます。